こんにちは、粟田洋介です。先日イラストレーターでこんな絵を描きました。これは皆さんご存知、ムンクの叫びのパロディです。で、今日はもう一枚、ムンクの叫びからインスピレーションを得た絵をアクリル絵の具でこのキャンバスに描いていこうと思います。今回はパロディでもオマージュでもなく、私自身の作風で表現して描いていきます。ムンクの叫びは私にとってとても思い入れのある作品です。皆さんもしかすると私より詳しいかもしれませんが、ムンクの叫びについてちょっとお話ししたいと思います。1997年に世田谷美術館でやったムンク展でこのカタログを買いました。で、ここにこれですね、ムンクの叫びについて書いてあります。で、ちょっとムンクの日記っていうのが載っていて、それが叫びを書くきっかけになったものと言われているそうなんですが、ちょっと読んでみます。友達と二人で道を歩いていた。太陽が沈もうとしていた。物多い気分のようなものに襲われた。僕は立ち止まり、フェンスにもたれた。ひどく疲れていた。血のように、剣のように燃え盛る雲。青く澄んだ港湾と街を見た。友達は歩き続けた。僕はそこに立ち止まったまま、不安で身をすくませていた。ゾッとするような、果てしない叫びが、自然を貫くのを感じていた。この話は有名だと思いますけど、ムンクは叫んでいたのではなくて叫びを聞いていたって言うんですけど、ここには叫びを感じていたと書いてあります。だから物音い気分に襲われた、不安で身をすくめた、その気持ちがその叫びみたいのを感じたんじゃないかなと私は思います。そうじゃないかもしれないけど、でももうその叫びっていうのは実際の音じゃなくて、先に進んでいる友達二人には聞こえてないと思うんですよ。その不安な物音い気分のムンクだけが聞こえている、感じている、そんな叫び声で耳を塞いでるんだと思うんですが、この物音い不安な気分、これがムンクの叫びのすごいとこなんじゃないかと私は思います。そのムンクの心理的なことを表現するアートですね。その心理的なことを表現するということに目を向けて、今日は絵を描いていこうと思います。ちょっと夕方の絵を描こうとしているんですが、ムンクの叫びもあの絵は夕方を描いていますだと思います。知り合いの占い師さんから聞いた話なんですが、夕方になると悩みを抱えた人が占いという文字に吸い寄せられるように歩み寄ってくるそうです。夕方というのは人が病んでくる時間だそうです。確かに夕方になると悩みを思い出したり、不安になったり憂鬱になったりすることがあると思います。なので私も夕方をイメージした絵を描き始めています。最初に2種類の赤を混ぜて描いてたんですが、なかなかうまくいきませんでした。その時考えていたのは色で夕日を作ることです。私が表現したいのは夕方というよりも憂鬱です。色だとか夕日だとか表面的なことじゃなくて、その感情を出すには私は憂鬱を表現する色、そして憂鬱を表現するその模様、そういうことを考えながら、とりあえずバックグラウンドを描きました。私が12歳の時に学校の課題で描いた人生初の模写がムンクの叫びでした。
中学校の美術の教科書で、その普通の教科書とは別に画集みたいな教科書があって、そこから選んで描くっていうことだったんですが、その中でムンクの叫びが一番なんか芸術的っぽい、わけのわからない作品だって思ったので、その絵を描きました。なんかそういうものへの憧れっていうのがあったんですよね。で、このムンクの叫びのこうやってこういう風にやってる手のところ、この手の部分が犬の耳みたいに見えて、わけのわからない犬みたいな絵だと思っていました。これが耳を塞いでるって知ったのは結構後の話です。今思うと大したことじゃないんですけど、12歳の私がその模写で学んだことは、色っていうのは同じ赤とか犬みたいなやつの黄土色っぽい色も、いろいろな色が混ざってるんだってことが分かりました。その模写は色鉛筆で描いたんですけど、いろんな色を混ぜて描きました。空のところとか、フィヨルドの水の部分とかですね、この空のところも赤とかオレンジだけじゃなくてブルー系の色が入ってたり、あとこの犬みたいなやつの顔のところにも、まあ人なんですけど、その時犬だと思ってて、なんか黄土色だけじゃなくていろんな色が混ざってて、まあ12歳の時そういうことを学びました。で、後々ムンクの叫びとか、ムンク自体から学ぶことっていうのはそれだけじゃなくて、そういう心理的なことを表現しているということです。先日私が描いたこのパロディの絵、単純なタッチなんですけど、この空のところに青を混ぜたりとかもしてるんですが、私のこの猫の絵はなんかハッピーに見えます。でも私はこの絵を T シャツとかグッズのために描いた絵なので、わざとちょっとハッピーな表情にはしてあるんですけど、ムンクの絵の方は体が左寄りで首が右側にこうやって傾いています。多分この向き角度っていうのが、その不安を表現するっていうのに役に立ってるんじゃないかと思います。そういうこと一つでこの感情ということが左右されてしまうっていうのも面白いなと思います。で、今私が描きかけてる絵も、不安を表現するのに人物の腕とか手の角度とか位置っていうのがなんか違うような気がするので、それを直しながら続きを描いていこうと思います。夕方になると人は不安になるという話をしたんですが、今の私はあんまり不安になったりとかすることはないんですが、子供の時のことを思い出すと確かにそういうことがありました。多分10歳ぐらいから14、5歳ぐらいの間だったと思うんですけど、私は死んだらどうなるんだろうということをずっと考えていました。死ぬことを恐れてるというよりも、死んだ後どうなるんだろうということを考えていました。でも死んだことがないんだから分かるわけないんですよね。そのことを考える前は、多分5歳ぐらいの時から宇宙はどこまで続くんだろう、それから死んだらどうなるんだろうっていうことよりも、もっと恐ろしかったのが時間に終わりがない。なぜなら繰り返し繰り返し繰り返し終わりがない。でも終わりがないよりも怖かったのが、始まりが分からないってことです。そういう説を挙げる方はいるかもしれないんですけど、本当のことは分かんないし実感もできないし、夕方一人でいるとそういうこと考えちゃって憂鬱になったりとか、あと夜眠れなかったりとか、でもその夕方になると恐ろしいっていうのがすごく実感してて、それをすごく覚えています。なんか分からないことが恐ろしかったんですね。今私はそういうの、人間の脳じゃ、特に私の脳みそじゃ分かるだけの能力はないから分からないんだっていう解釈で、考えても分かんないことは考えないことにしたんですけど、私は考えないことで幸せなので、もう考えないことにしてるんですが、今私が話そうとしていることはそういうことじゃなくて、夕方になると憂鬱になるということです。で、今描いてる絵は時計が出てきてるんですけど、時間の始まりが分からない、
恐ろしいっていうことで時計を書いてるんですけど、夜寝るとき時計の音がチク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 って聞こえてくると、いっぱいいろんなこと考えて眠れなかったのを覚えています。時は不安を刻むのでしょうか、なんだかわかりませんが、絵を完成させていこうと思います。ではこんな感じの絵が完成しました。これは不安を刻む時計の音というタイトルです。ムンクの不安とは全然違う不安ですね。ムンクの不安と違って、私の不安は生優しい不安です。そのムンクの心理っていうものをインスピレーションに絵を描いたんですが、作風とかは全然違うし、その不安っていうのもムンクの不安はムンクにしか表現できないし、影響を受けるというのは全てを真似しなければならないんじゃなくて、自分が好きな部分、そして自分に合った部分だけ真似すればいいんじゃないかと思います。一人の人から学ぶことも素晴らしいと思うし、いろいろな人から学ぶっていうことも素晴らしいことだと思います。でも自分は自分で、影響を受ける部分は自分の好きな部分、そして自分に合った部分だけでいいんじゃないかと思います。でもそんなに不安を抱えた人ってすごく大変だったと思います。そういったムンクの不安とか死に対する恐怖に比べたら、私は全然幸せだと思います。というか私はすごい幸せだと思って、今日描いた猫、この猫の目は時計なんですけど、うちの猫が私のことを見てその目が時計に見えたことはないですし、可愛い猫たちと暮らしていてどうしたら幸せじゃないと言えるのでしょう。それから絵を描いて皆様にこうして動画を見ていただいて、それも私の幸せです。でも私も不安になったり憂鬱になったりすることあるんですけど、どこかに希望の光を見ていたいなと思ってて、そういった作品を描いていきたいなと思っています。ということで今回の動画は以上です。グッドボタン、チャンネル登録、それからコメントなどもいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。